皆さんこんにちは。シティーズスカイライン、今日も続きをやっていきたいと思います。前回ですね、画面手前ですね、手前の産業エリアを開発しまして、ちょうどここの部分ですね。で、まあそれから少し時間を進めてるんですけども、まあ林業区画ですね、こちら、まあ林業の工場ですかね、まあそういうのが製材所とかそういうのがたくさん立ち並びましたね。でそれによってですね、車の量もまあ増えてきたかなという感じです。まあただですね、高速道路からまあ近いっていうのも あるのと、あと産業の貨物列車ですね、こちらの方も整備してますので、まあそんなに大きな渋滞にはなってないのかなと思います。ただもう少し発展するとですね、多分渋滞してくるんじゃないかなと思いますので、まあその時はですね、少し手こ入れが必要になるかもしれませんね。はい、じゃあちょっと画面引いて、今開発中の、こちらですね、再開発中のエリアがこちらになります。町の中心部ですね、こちらの方が商業 区域ですね。でそれの北側に住宅区域、それと南側に住宅区域ですね。こういうふうにちょっと住宅区域を多めに今取ってます。でこの辺りのですね、住宅区域も、少し開発を進めました。はい、でモノレールの駅もですね、こちらの方に、まあ一つ作りまして、この地下鉄はですね、既存であったものですね。これも将来的には移動しないといけないんですけども、まあ順調に街は大きくなっていってるんではないかと思います。で人口の方がですね、現在11万4千人ほどいます。なので、まあ、一応10万人を、まあ、超えてるということで、ですね、こちらの方の住居エリアですね、ここをですね、ちょっと一旦解体していこうと思います。
はい、それではですね、今住宅区画の整備がまあ大体終わりましたね。はい、住宅区画どう切ったかというのをちょっとご覧いただきたいと思います。この濃いグリーンですねが高層高密度住宅エリアですね。まあいつものように 4×4 で、まあ、区画を区切るという形ですね。もうこれは今回の、まあ、再開発ではもうこの感じをずっと続けていこうと思っています。で、地下鉄の方がここにあったのを1回も全部潰しました。で路線も新たに引き直しましたので、それとですね、あと、まあ、新たに地下鉄をですね、この辺りにまた作ろうかなと思ってます。で、南北ですね、南北に走る、まあ、南北線とでも言いましょうか。そういう路線をですね、この真ん中に一発ドーンと、まあ、通そうかなと思います。中央線がいいですかね、中央なんで。まあ、その駅をこの辺りにまた新設しようかなと思っております。で中央にはここにも駅ある。まあ、これもまだ稼働してないんですけど、こっちの駅を潰して、こっちの方にまあ変える作業もですね、そのうちやらないといけないかなと思います。で中央で行くと、あと、この辺にもあると思うんですけどね。あ、これですね。ちょっとビルに隠れてますけど、こいつですね。これが、中央につながってますので、確かこの辺にもあると思うんです。あ、ありますね、これね。はい。という感じで、地下鉄はまた新たに整備をしようかなと思っております。はい。そしたらですね、この住宅エリアの方を、時間を進めてどういうふうに発展していくか、ちょっと見ていきたいと思います。今ですね、だいたい住宅区画がまあ埋まりましたかね。まだ大きな建物ではないですが、一応人が住み始めたようですね。はい。はい。で、現在人口が11万3000人まで減りましたね。まあでも、致し方ないですかね。じゃあ住宅区域はだいたいこんな感じでいいかなと思いますので、次は、産業区画はどうですか。その後、あーでも車はだいぶ増えましたね。まあでもこれぐらいであれば特に問題はない程度でしょうかね。であとね、ここに農業区域をもうちょっと作りたいなと思ってるんですけど、ここが情報ビューで見ると結構肥沃な大地っぽいんですよね。このこの黄緑というんですかね、このエリアだ。ここに、ちょっとまあ農地ですね、農業区域をちょっと作りたいなと思ってるんですけど、あとですね、こちら側の、線路ですね、まあ線路の方をずっとこっちの方まで伸ばしてます今。はい。それによってこの辺をですね、少し、まあ潰してしまいましたので、まあその分もちょっと響いてますかね。
はい、あとここもですね、インターのこの、乗り降りする場所もですね、まあ大体直線になるように引き直してます。まあ大体ですけどね。相変わらず商業区域の需要がまあ多いので、ちょっとねここも埋め立てていきましょうか。埋め立てるのにはですね、土、土砂がいるんですね。で、土砂が今どれぐらいあるかなんですが、あんまりないんですよ。この青いメーターですね。この青いメーターが土砂の今、持ってる量なんですけど、どっかの山を切り出して、土砂を、まあ、取る形にしないといけないんですけど、もうそんなところがあんまりないんですよね。ここ、岸で言えばここですね。ここがちょっと小高いくなってるんで、この辺の土をちょっともらう感じにするか、まあそれが一番いいかもしれないな。で、あとはね、土砂を買うこともできるんですが、まあ今のところそれは、まあ買わないようにしてるので、ほんと最悪、そういう考えもあるかなと思ってます。そしたらここの土砂をちょっと取りましょうか。まあこの辺ぐらいでフラットにしましょうかね。これなんだ、これ、ああ漁船が、昔のなんか漁船がなんか乗っかってる、すごいね。そしたらば、ここに、まあ、いつものように平坦ツールにして、だいたいこの辺りかなっていうところに、まあ、合わせて、で、まあ、カーソルを大きくして、強くしていきましょうか。じゃあ、ここから、いきたいと思います。まあ、これで土砂がだいぶ増えると思います。メーターが伸びてますよね。若干ですが、スペースができましたね。じゃあここにちょっとだけでも作りましょうか。えらい段ついてんなこれ。あれ、これなんか水が湧いてきたけど、どういうこと。あ、水が湧いてきたんだ。そういうことね。で、これ水が増えるので、どっかにこれ、流れていくんですね、水がね。うわー、この線路がやばい線路が水に浸かってしまってますね、これね。大丈夫かな。そうするとこれ水かさが上がるかもしれませんね。まあでも大した問題にはならないとしでしょう。どこなんだこれ。
はい、そしたらですね、ちょっと埋め立て地の方に商業区画の方をちょっと整備してみました。はい、区画の状況はこんな感じですね。すべて高密度商業区域ですね、を作ってみました。で、ちょっとね、公園とかそのあたりの、施設がですね、一個もないので、ちょっとね、後でこのあたりに今作ろうかなと思います。で、埋め立て地がですね、だいぶ広がってきたんですよね。なので、やっぱりね、こっち側のモノレールですね、ここに今モノレールの駅があるんですが、これをね、こちら側にずっと展開していこうかなとも思ってるんですが、ここにね、線路があるんですよ。この線路がね、ちょっとね、越えれないんですよね。ちょっとその辺一回検討して、この辺をまあうまく越えれるようであれば、この、モノレールをですね、こちら側に展開していこうかなと思います。で、無理であれば、まあ、当初の予定通りこちら側か、まあ、迂回して、この南の方で、南じゃない、この、東の方ですね。東の方のエリアに行くようにしましょうかね。はい。そしたら、こちらの方、ちょっと、発展の状況ですね、見ていきたいと思います。はい、今ですね、商業区画が大体埋まりましたね。まあそうですね、いつものようにビルはあんまり大きくないですが、一応商業エリアとして建物が全て建ちましたね。はい、ちょっとスピードを緩めてみたいと思います。あれ、はい、あれ、なんだこれ、これ何？おーい、なんだこれ。消防車。消防車いないのか、この辺には。消防車。結構消防署ありますけどね。すごい燃えてる。ああ、これはまずい。あ、でも消防車来ましたね。うわー、すげえ火事。やっぱ天気があれかな、天気で雨を降らしてないからかな。あ、こいつを伸ばしましょうか、モノレール。こいつを。こいつをこっちの方にも伸ばしましょうか。そしたら、ここにも駅が作れますね。そうしようか。ね、そうしましょう。はい、そしたらですね、今日はこの辺りで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。